関谷駅。関谷駅は、新潟県新潟市中央区関谷大戦前2丁目に、ある、東日本旅客鉄道、JR 東日本越後線の駅。かつて、北口側には、新潟競馬場があった。1906年に開場し、週末には、多くの人々が越後線を利用して来場していたと、言われている。当駅周辺はかつて、競馬場という通称で呼ばれていた。 しかし、品野川の分水路として、石屋分水路が改作されるにあたり、計画ルート上にある住宅等を移転させる必要が生じたため、休憩場場は1964年に閉鎖され、翌1965年5月から、当時の北神原郡豊坂町、笹山、市政施行を経て現任型式宅笹山に移転。跡地は、屈作地の代替住宅地として、 再開発され、周辺には、競馬場そのものの痕跡は残っていない。なお、品の町地内にある石分公園内には、新潟競馬場跡の日が建立されている。この、石屋の名は、新潟競馬場開催の重賞競争、石屋記念として残されている。当駅周辺では、西側、内野寄りにある、競馬場踏切などの名称が、この周辺に、 かつて競馬場があったことを表している。このほかかつては、青果店や、鮮魚店、精肉店などが集積した、競馬場マーケットが競馬場を踏み切り北側に、所在したが、老朽化等のために1007年6月30日を、もって閉鎖となり、2008年2月に撤去された。南口から南西へ、徒歩約五分のところに、新潟交通電車線の東海親駅があった。 現在は、駅舎、駅施設ともすでに撤去されており、跡地は、市や民間に売却され、市営住宅、アパートをはじめ福祉施設や、マションなどが建設された。当駅はこれまで南側にしか駅舎がなかったため、駅北側からは利用しにくく、また合理化のため、夕方の通勤時間帯を過ぎると駅舎は施錠、消灯され窓口等が利用できないなど、 利用者や周辺住民からは不評で、新潟市や JR 東日本新潟市社には、北口駅舎の開設や協場駅舎化を求める意見が、しばしば寄せられていた。新潟市と JR 新潟市社は2003年度から、関屋駅の協場化事業に着手し、2005年11月に、改築工事に、着工、2006年12月9日に、 京城駅舎と自由通路が完成し、共用を開始した。引き続き南北エントランス部に、駅前広場を設ける工事を実施し、2007年夏に、完工した。なお、改札構内には、関屋駅今、昔という案内板が設置されており、2007年、及び1931年現在の地図及び、旧駅舎の写真が描かれている。島式ホーム一面2000に、 京城駅舎を有する地上駅。新潟駅が統括管理する業務委託駅で、駅業務は JR 新潟ビジネスが受託している。改札口には自動改札機が3通路設置されており、全通路でスイカ等の IC カードが利用できる。発車表、夕方以降は消灯されるが設置されており、友人改札を兼ねる緑の窓口、営業時間、 7時45分から17時45分、途中で営業を休止する、時間帯あり、自動券売機、タッチパネル式2台、待合室、改札内、自動販売機ありなどがある。バリアフリー対策として、改札内コンコースとホームを連絡するエレベーター1機と誘導チャイムが設置されるほか、コンコースのトイレには、オストメイトに対応した多機能トイレが併設されている。自由通路。 関谷駅南北自由通路は、新潟市中央区建設課が管理しており、駅舎は自由通路に面する2階に設置されている。バリアフリー対策として、改札口正面には、音声案内装置を備えた周辺地図設置されているほか、南口、北口にエレベーター各一機が設置されている。なお改札外には、トイレは設置されていない。構えまでは、 ホーム上に待合室が設置されていた。2017年度の1日平均乗車人員は1939人。協場会合増加傾向で2013年度には2000人を突破したが2014年度に再び2000人を下回った。周辺は古くからの住宅地であるが近年マンション建設も盛んに行われている。かつては工業地区でもあり、 駅南東側には以前工業用潤滑油などを加工する歴生工油の工場があり、越後線が貨物輸送を行っていた頃には引っ込め線も設置されていた。しかし1996年に発生した工場火災事故の影響もあり、新潟西港に近い同社平和町、現東区平和町に移転、統合された。歴生工油から譲渡された跡地は、 商業地として開発され、席やショッピングセンターとなった。駅前広場には南口、北口ともに、ロータリーが設けられている。タクシーの常駐はない。数軒の飲食店がある。駅前には、バス停はないが、南口から徒歩約5分の第一高校前バス停と、北口から徒歩約5分の品野町バス停から各、方面への路線バスが運行されている。 いずれも新潟交通と地域市会社の新潟交通観光バスの運行による路線図や時刻表は運行便別時刻表新潟交通を参照。南口から徒歩約5分、関谷大戦前1丁目交差点角にバス停があり、2018年11月現在では新潟交通グループの路線が以下のように運行されている。北口から徒歩約3から5分、 品野町交差点周辺にバス停があり、新潟交通グループの路線が以下のように運行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。